ぱりあのバッグの中にバラバラ死体を入れてたとか。談話室に戻ると僕は言った。田中さんを殺した犯人は分かったよ、みどりさんを殺した犯人は分かったよ、全ての事件の犯人が分かったよ。いや、やっぱり今の時点では犯人は限定できない。ここで一つの推理、ここで、やばい。これどうしよう。こんなに適当にやってんの私だけかな、このゲーム。全然推理してないんだけど。殺した犯人はまだ分かってないんじゃないかな。あ、でもテレビでやってたあの銀行強盗だっけ、なんか大金を盗んだ強盗の話は関係してると思うんだよな。田中さんともう一人165センチの男、165じゃないか、175だっけ。どうしよっかな。いや、やっぱり私の考え的には今の時点では犯人は限定できてないんだよな。でも一つ浮かんでるのはみどりさんが殺された時、あの時って2階にいたのはまあ女子3人三木本さんだけなんだよね。後の人たちはみんな下に降りて話してた。で、みどりさんが田中さんの部屋に向かったっていう話をしたのが三木本さんの部屋だったと思うんだ。小林さんたちに話したって言ってたから、だからそれを知っていたのは小林夫妻と三木本さんだけだと思うんだよね。で、小林夫妻は下に降りてきてた。だから三木本さんがねちょっと怪しいんじゃないかって私は思ってます、みどりさんの殺害に関しては。もしかしたらそう、田中さんの部屋を調べに行ったって知ってて何らかの手段、もう外から回り込んだかしたのか分かんないんだよな。それは分かんないけど、田中さんの部屋でみどりさんを殺し物置に閉じ込めたじゃないかと思ってんだよね。で、何らかの手段に部屋に戻り、それだけの時間はあったと思うんだよね、殴り殺すぐらいの時間は。でも証拠がないんだよ。証拠がないからそこがな、証拠を見つけてからやっぱり犯人は特定すべきだと思うんだよね。これにしよう。すごい長く迷っちゃったね、ごめんね。いや、やっぱり今の時点では犯人は限定できない。僕は軽くつぶやいたつもりだったのだが、マリに聞こえてしまったらしい。彼女は残念そうな声でこう言った。そう、わからないの。トールならわかると思ったんだけど。え？マリに期待されていた。ちょっと、トールばっかりに任せないでよね、みんな。確かにトールが仕切ってるけどさ、なんか変に期待しすぎだよね。これってトールが悪いの？そう思うと不思議なことに僕の頭は猛烈な勢いで回り始めた。どうした？ああなってこうなって、あそこで彼が、いやだから彼女が。どうしたトール？どうした？急にどうした？トール、何ブツブツ言って。分かったの？私分かってないよ。おそらくこれが真相だ。え、ちょ勝手に
勝手に真相に向かってってる。嘘？本当に分かったの？マリが驚いた顔をする。僕は一旦彼女の方を向いてうなずいてみせると、次にみんなに向かって話し始めた。窓が割れる音がした時、敏夫さん以外の全員が談話室にいました。だから僕は最初、僕たちの中に犯人がいるのなら敏夫さんが一番怪しいと思いました。みんなは不安そうに敏夫さんの顔を見る。敏夫さんはムッとしたような顔つきで、そんなみんなの視線を跳ね返していた。でもトリックを使えば、あの時談話室にいた人にも犯行が可能だったと気がついたんです。僕がそう言うと、一瞬敏夫さんの表情も緩んだようだった。トリックって？マリが尋ねる。時間差のトリックだよ。時間差？時間差攻撃とかのあの時間差？そうだよ。僕たちは窓が割れる音を聞いて2階へ駆けつけた。でもあの時、本当に窓が割れたのかどうかはわからないんだ。あー、なるほどね。確かにこの目では見ていないわけだ。だって窓は割れてたじゃないか。小林さんは理解できないと言った表情だ。あの瞬間より前に割られてたとか？それが時間差だと言ってるんです。窓はもちろん割れてました。でもそれが僕たちが音を聞いた時に割れたとは限らない。そうでしょ？音ね。音だけを後から出せばいいのね。マリがパッと顔を明るくした。そう。僕はうなずいた。犯人は夕食後、田中さんの部屋を訪ねて殺し、死体をバラバラにした。そして音を立てずに窓を割る。どうやって？例えばこんな方法がある。ガムテープをガラスいっぱいに貼って強く叩くんだ。音も消せるし、破片も散らばらないらしい。泥棒の手口だけどね。兄ちゃん変なこと詳しいな。香山さんが疑いの眼で見つめたので、僕は慌てて首を振った。テレビか何かでやってみただけですよ。音を立てないで窓を割ったのは分かったわ。それからどうするの？それから犯人はあらかじめ用意したテープレコーダーをどこかに置いて。テープレコーダー？そんなのあの部屋にはなかったわよ。あの部屋じゃなくてもいいんだ。最初音を聞いた時、どこから聞こえたかなんて分からなかっただろう。それはそうだけど、でもあんなに大きく響き渡るようなテープレコーダーって相当大きなものじゃない？マリは痛いところをついてきた。それにガラスが割れる音をあらかじめ録音したテープを持ってきてたってのも妙な気がするが、小林さんの言うことももっともだ。ガラスを本当に割った時に録音したのかもしれません。小さな音はしたでしょうから、それを大きく流したのかも。あの時の音はそんな感じじゃなかったわ。音だけ大きくしたって同じにはならないと思うけど。なんかやばくない？ああ、マリに言われ、僕は少し推理を修正した。じゃあこういうことかもしれない。あれは本当にガラスの割れる音だった。ただしそれはあの部屋の窓じゃなく、犯人の用意した別のガラスだったんだ。これならどうだとばかりに僕はみんなを見回した。大丈夫かこれ？でもそれじゃ犯人はやっぱりどこかでそのガラスを割らないといけないわけでしょ。どうやって？それにそんなガラスをどうやってここに持ち込んだの？マリは次々と問題点を並べ立てる。そんなことは些細な問題だよ。いいかい？僕はイライラしながら答えた。もし僕の推理が間違ってるとしたら、犯人はやっぱり敏夫さんだってことになる。でも僕には田中さんはともかく、敏夫さんが緑さんまで殺したとは思えないんだ。敏夫さんの暗い瞳にかすかに光が浮かんだ。じゃあ俺じゃなければ一体誰が犯人なんだ？かすれた声を出す。僕はしばらく黙って言葉を整理した。テープにしろ何にしろ、ガラスの割れる音を出す方法があれば談話室にいた人にも犯行が行えたわけです。でもその中にも2階へ行かなかったり時間的に無理な人たちがいます。その人たちを消去してみましょう。まず僕とマリは夕食後も最後まで食堂にいて、結局2階へも戻りませんでした。
それを裏付けてくれる人は何人もいると思います。次に小林さんは夕食後もフロントにいて、その後も僕たちと一緒でした。奥さんはしばらく見かけませんでしたが、当然キッチンで夕食の後片付けをしていたのでしょう。僕が目で問うと小林夫妻ははっきりとうなずいた。三木本さんがここに到着したのは夕食が終わってだいぶ経ってからでした。2階へ上がっていった時間もほんのちょっとで、荷物を置いてくるのが精一杯だったと思われます。たとえチェーンソーか何かを使ったとしても三木本さんには無理だったでしょう。このペンションに来る前にもう何か仕組んでたら、反論もない様子なので僕はさらに続けた。なんか疑わしいんだよな、三木本さんが一番。OL3 人組、渡瀬さん、北野さん、河村さんたちは例の脅迫状の件があったので一旦部屋に戻ったものの、すぐに1階へ降りてきています。やっぱり時間が足りません。ここでしばらく黙った。先を続けることがためらわれたからだ。あとは加山さん夫婦と敏夫さんだけ。それで加山さんが引きつった顔で尋ねた。僕はその顔を見ないようにしながら言った。以上です。加山さんと奥さん、その二人を除いて全員を消去しました。つまり残った二人のうちどちらかが犯人ということになります。マジか。春子さんは呆然とした様子で僕と加山さんの顔を見つめた。加山さんは唾を飛ばしながら言った。そんなアホな、なんでわしが、わしかって人をバラバラにするような時間はあらへん。それは春子も一緒や。わしらはずっと一緒におったんやからな。なあ春子。春子さんは不意をつかれたみたいに驚いた顔を見せた。ええ、そうです。胃の痛くなるような沈黙が訪れた。僕はその沈黙を破ってさらに言葉を続けた。では第二の事件を考えてみます。三木本さんが襲われた時、外にいたのはもちろん僕と小林さん、それに敏夫さんです。他の人はほとんど談話室で待っていたはずでした。ただ一人を除いては全員の視線が加山さんに集中する。わしかわしかってここにおったやないか。いいえ、僕たちが戻ってきた時加山さんはいませんでした。マリの話では携帯電話を試してみるために2階へ登ったということでした。ああ、まあ確かにそうだな。そうやったかな。そうやとしても2階におったわしがなんで外におる三木本くんを殴ったりできるんや。少し考えてみれば簡単にできることがわかります。僕は言葉を切ってみんなを見回したが、誰も何も言わなかった。いいですか、三木本さんが襲われたのは田中さんの部屋の真下です。そして田中さんの部屋のすぐ前に廊下を挟んで加山さんの部屋があるんです。誰にも見られずにその間を行き来することはそんなに難しいことじゃない。マリははっと息を飲んだ。じゃあ加山さんは田中さんの部屋から下にいる三木本さんを。多分ね。簡単なことだよ。ちょっとしたロープの先に重くて硬い石か何かを結びつける。あとは下に犠牲者が来るのを待って、投げ落とすなり、振り子みたいに振り回してぶつけるなりすればいい。僕は腕を軽く振ってみせた。だからこそ、すぐ前後にいたはずの敏夫さんや小林さんが誰も見ていなかったのです。何しろ、犯人は現場にはいなかったんですから。最初は自信のなかった推理だが、こうやって話してみるとやはりこれって正しかったのだと思えてきた。いやーでもトールさ、証拠ちゃんとある？何にも証拠とかなくない？貴様が突然敏夫さんが座ったままの加山さんに飛びかかった。この野郎、狂ったようにわめきながら首を絞める。加山さんは首を締め付ける腕を振りほどこうとするが、全然歯が立たない。こんな状況だけどさ、
この BGM いいね。はじめ周りの者は皆あっけに取られてただ眺めていた。しかし加山さんの苦しそうなうめき声が耳に入ると、慌てて小林さんが止めに入った。俊夫君落ち着くんだ。小林さんのその言葉に三木本さんも我に返った。やめましょう、暴力はいけませんよ。急いで俊夫さんを抑えにかかる。僕は反射的にマリの体をかばっていた。離せ。狂犬のように暴れる俊夫さんを二人がかりでやっとのことで引き剥がした。加山さんは喉を片手で押さえながらぜーぜーぜーと咳き込んでいる。奥さんの春子さんは髪のように白い顔をしてただ震えていた。殺してやる、絶対殺してやる。俊夫さんは三木本さんに羽交い締めにされながら、なおも燃えるような目つきで加山さんを睨んでいる。落ち着くんだ俊夫君。俊夫さんの頬に小林さんは一発強烈な平手打ちを見舞った。その大きな音に僕たちはみんなビクッとなった。叩かれた本人はポカンと小林さんを見ている。オーナー、どうして。驚いて声も出ないといった様子の俊夫さんを小林さんは険しい顔で叱りつけた。確かな証拠もないのに加山さんは犯人だと決めつけるわけにはいかない。それくらいわかってるだろう。次に僕の方を振り向く。トール君、君もいい加減根拠のない当て推理はやめたまえ。みんな混乱するだけだ。そう、私もそう思います。小林さん、やっぱ大人だな、しっかりしてんな。僕は少しカチンときた。え、トールが、僕が口を開くよりも早くマリが小林さんに食ってかかった。当て推理なんかじゃないじゃない。おじさん、昔世話になったからってかばうつもりなの？え、さっきのトールの推理が間違いだと言うならちゃんと反論してみせてよ。小林さんは口を開きかけたが言い返すことはしなかった。突然メガネのアキちゃんが立ち上がって叫んだ。私この人と一緒にいたくありません。部屋に戻ります。この人というのはもちろん加山さんのことだ。私も戻る。かなこちゃんとけいこちゃんも立ち上がった。ちょっと待ってください。一緒にいた方が安全なのははっきりしてるんです。ですから。慌てた様子で言う小林さんにアキちゃんはハッとするほど きつい視線を向けた。めっちゃ噛んだ。じゃあこのおじさんをどこかに縛りつけといてよ。人殺しと一緒にお茶なんか飲んでられるわけないでしょ。甲高い怒鳴り声を上げる。あー、なんか加山さんが不憫に思えてきた。証拠もないのにこんなに疑われて。ごく普通の明るい女の子だと思っていた彼女が目をギラギラさせて小林さんをにらみつけている。ごく普通というか気の強い女の子だと私は思う。僕はその姿に背筋が凍る思いだった。とにかく私は今夜は部屋から絶対出ないつもりですから。有無を言わせぬ口調で彼女たちは決然と階段を上がっていった。いいんですか。女の子だけじゃやばいんじゃないのかな。三木本さんがおろおろした様子で彼女たちの背とみんなの顔を交互に見ている。犯人が死んでしまえばみんな安心して眠れますよ。俊夫さんは加山さんをにらみつけながら言った。なんやまだわしがやったと思ってるんか。そや俊夫君、そもそも君が一番の容疑者なんやで。泣いてみせたかでわしは騙されへん。なんだと、まだとぼけやがるのか。また顔を赤くして俊夫さんは怒鳴る。お願いだからみんなもうやめて。悲痛な声が響き渡った。やっぱり京子さんだ。京子さんが両手で顔を追い泣き崩れたのだった。俊夫さんは毒剣を抜かれたような様子で立ちすくんでいる。そんな風にお互い疑り合って罵り合って恥ずかしくないの？でもママさん、こいつは緑よ。俊夫さんの言葉も
京子さんの耳には届かなかった。嘘よ、こんなの嘘よ、全部夢なんだわ。こんなことがあるわけがないのよ。彼女はうつろな目をしてブツブツとつぶやき続けている。京子、しっかりしなさい。小林さんが声をかけて奥さんの肩を揺すぶると、彼女は声もなく泣き始めた。そんな二人を見つめていた敏夫さんは僕の方を振り返って呼びかけた。トールくん。は？君はどう思ってるんだ。自分の推理に自信はあるんだろう。うわあ、ここで選択きたか。ちょっと、なんかさ、私的に、私の今の心情的には、トールが勝手に推理始めた、私のことを、意見を全く聞いてくれないって感じです、正直。全然ね、トールと意思疎通ができてない。この段階で。ちょっと、なんか証拠もなくまくし立てて、なんか良くないと思うんだよな、この流れ。とりあえず今回はここまでにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。やべえな、トールとうまくいってないな、本当にやばい。ちょっとトールが破天荒すぎて扱いきれなかったな。はい、じゃあ次回この選択肢から始めていこうと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。さよなら。